留学してたところ大学生のなんだっけ、3年か、大学全部とにかくストレートで終わる確率が半分ぐらいだったから、うんうん、だから留年半分ぐらいいるってことでね、うんうん、だからフランスはすごい学歴社会だから、なんか何学部行ったかってとか仕事に直結してるし大体。なるほど、ね、うん、で何年で卒業したかとか、はいはいはい、どれぐらいの成績だったかとか。結構それフィルター強強なんだ。そうそうそう、日本はフィルター強い強い言うけど、あの大学の名前だけでしょ。そうね、確かに何やったまで聞かれないイメージ、ね、そう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 、で入って成績がどうだったかも大体聞かれないじゃん。ああああ、なんかなんちゃってフィルターなんだけど、本当にガチガチにフィルターにすると。なるほど、ね、そうだよね。そうフランスしかも入るのは大体電話だから。ああああ、一部のところ以外は電話一本で入れるから。到着しました。到着しました。御殿場プレミアムアウトレットですね。ここでございます。1年ぶりぐらいだね。そうだね、1年ぶり。1年ぶり。あの時もなんかね、結構肌寒かった記憶がある。そうそうそう、まあ冬なんでね、結構寒い。そう寒いですけど、もう同感して、もうもっこもこできましたんで、全然ね、富士山の近くでもどんどこいですよ。とりあえずもう隅から隅まで見ていきましょうか。すごい並んでるプラダ。ヘビゴ。え、プラダめっちゃ並んでるじゃん。なんで？なんで？あんな店舗大きいのになんでこんな並んでるの？入場制限してんのかな。ああ。単純な。大まかにプランを練って、ご飯とか含めてプラン練らないといけないかもね。どうする？爽やかに行くかどうかっていうのが大きな。爽やか。分岐点だよね、うん、行くとすると今もう予約しに行かないと、ね、行かないといけない。行かないのであればまあ別に何とでもなる。はいはい。あ、マップを持たないとね、これまあ別にアプリとかあるだろうけど、アプリとかネットであると思うんだけど、めっちゃあるな、これマップな。今あーでも爽やかちょっと行きたいかも。どう、ウィヨン君？いいよ別に全然。だから本当に僕はどちらでも。いい。逆にここでしか行けないからさ。まあもちろんもちろん。うん。それがまあ爽やか、ね。ちょっとじゃあの爽やかの予約を取るところからスタートしていいですか？どうじゃあ爽やか。いいですか？どこなんだ今。爽やかは。僕は地図めちゃくちゃ弱いんでね。流してください地図。だから。あの学者の後輩とさ、夏頃なんかお台場の方にまでなんか行くことがあって、なんかのあれで、はいはい、でなんかコンバースなんてあったっけ。コンバースなかったと思うよ。ここなんかさ普通に、うん、違ったと思う。なんか何のお店だか覚えてない。なんかさあれ高島屋のなんか入ってなかったっけ。高島屋っていうか、そうそう、伊勢丹とか高島屋とか、うん、ミニ伊勢丹みたいな。そう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 、そうだったそうだった、そうだよね。コンバース東京になってる。後でチェックしましょうか。爽やか予約をね、爽やかリザベーションしていかない。あのアルベルエルバスがやってた頃のとかでもないよね。違うでしょ。ないよね。エルバスもそうなくなっちゃったんだもんね、考えてみれば。そうだね。あのこの前さ、ボッテが行った時、うん、はいはいはい、洋服5着ぐらいしか変わってなかったじゃん。そうだったね。やっぱメンズの服は残らないのかな。あんだけ売れてるってことで。ああ、待って、タイミング悪かった可能性もね。そういうことか。あのバーバリーのダニエル・バーバリーの、うん、あのキャンペーンビジュアル出たね。あ、ね、でも、うん、あれってだからどうなの、服作ってあるの。顔ちょろっとしか見てなくて、顔がバーンって出てた感じ印象で。そう、それで服あんまり見れなかった気がする。それで、うん、あのダニエル・バーバリー、うん、イメージって感じだよね。そう、でもさ、あのルックが出た後、うん、ルックのとこポンって押したら、うん、なんか買えますみたいな出てきて。え、そうなの。オンライン見たらすでになんか、うん、あ、そうなの。見てみよう。あるっぽいんだけど、あれが多分ダニエルがやったやつなんだろうな。ちょっとクラシックな感じの。でもコレクションはまだ出てないから、うんうん、キャンペーンビジ
ュアル出てて、もう作ってあるってことなの？なんかほとんど顔みたいな、なんかカメラも一緒だよね、多分ね、なんか同じ雰囲気で、そう、なんかビジュアルサイトでもう見れるんだよ。そうだね。うん。もう今、まあね、グッチとかサンローランとかああいうでかいところはわかるけど、サンローじゃなくてセリーヌか、ああいうとこはでかいとこはわかるんだけど、なんかこう、なんか結構いろんなブランドがちょっとずつさ、こう独特な時期にコレクションやったりするようになってるんだよ。そうね。あ、オフホワイト。うん。あそこ前リック入ってたとこだよね。ね。オフホワイトじゃなくてリッコメンスにしてほしいな。まあね、オフホワイトでもさ、なんかあ、オニオンさん、ミッソーニが、ミッソーニ、あれこの前さ、うん、見てたジャケットってミッソーニじゃなかったっけ、100万ぐらいするやつ、あれさ、あれミッソーニじゃなかったけど、エスカーダだっけ、エスカーダだっけ、あ、え、あ、え、でも結構前だな、そして結構前だけど、なくなってるな、あのオニオンくんのあのジャケットを売っていたレスカーダがレーザーコードね、うん、あれじゃあ、なくなってしまっている、あれ結構貴重な映像になったね、撮っとこうかな、あの映像、そうだね結構前になくなった、あ、でも高島屋あるよ、ここに、あ、じゃあ、あれ、そうか、じゃあ何だったんだろう、そこ、まあまあ循環するよね、これなんか、うん、ST サンクゼーブ、サンクゼーブ、フランス語でいいんだ、じゃあサンクゼーブ、サンクゼーブ、なんだろう、ジェラートがある、ジェラート、あ、リンツとかラデュレとかある、それいいね、それちょっと軽くってもいい、リンツとラデュレはなんか前からあったよ、そう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 、で僕はあのスイーツには無限に吸い寄せられていく、はいはい、性質を持っているあ、ね、はいはい、あったあった、本当にね、スイーツ好きじゃなかったらね、絶対もっと細いんだよね、僕は、爽やかっすね、あれやした、どっちにしようラデュレとリンツな、デリス、イスパハンね、ピエール・エルメのイスパハン、あー、イスパハンね、競合他社が、はい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 、ちょっと、真似ちゃってますけど、まあ、僕の大好きなね、これは何ですか、これはラデュレの、なんだろうね、これドリンクだよ、ラデュレのドリンク、ラデュレのイスパハンドリンク、イスパハンドリンク、そう、はい、ラデュレのシグネチャーアイテムみたいに書いてあったんだけど、あ、ピエール・エルメのシグネチャーアイテムなんじゃないかっていう、そうな、気がしてならないんだけれど、それはわかるちゃっかり取ってないかって気がしなくもないんだけど、この、まあ、僕大好きだからイスパハン、はいはいはい、ローズ、ライチと、あと、フランボワーズ、はいはい、フランベリーね、はい、の組み合わせの味だよね、はいはいはい、ライチとローズって組み合わせが天才的、うんうん、これの、あ、イスパハン味だ、イスパハン味、うん、どうすか、美味しいね、うまい、イスパハン大好きだからね、うん、なんかね、歩きながらと思ってテイクアウトにしたのに、まあ、あの、なんかね、飲み物というより食べ物だ思ったより食べ物だったね、そうだね、なんかこう前ね、1年ぐらい前のはリンツのだったから、うんうんうん、あれはなんかホットショコラドリンクだったけど、うんうんうん、これはなんだろうね、ソフトクリームの割合がめちゃめちゃ多い、多い、こんな感じするよ、うん、でもこのバニラのソフトクリーム多分あのラデュレのバニーユのやつだ、はい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 、もうスイーツ男子ならスイーツ男子じゃないかね、そろそろ年未来系のやつが、そうね、ちょっと未来っぽくなってきてるんだよね、未来最高、未来最高、今いるのがヒルサイドだから、ヒルサイド、でこの中でなんかまあ興味がありそうなものっていうのがオフホワイトと、あとある、多少あるとすればレゴ、レゴね、レゴ、ね、レゴ、あとピエール・マルコリーニ、ピエール・マルコリーニ、まあコンバース見とくぐらい、うん、コンバースって新しくできてね、東京、コンバース東京って なんだ、なんかアパレル展開してるじゃん、そうだ、あと鬼塚、鬼塚、まあとりあえず
ってみましょうか、うん、トム・ブラウンとかもありますし、あ、トム・ブラウンはまあ強いからね、個性がね、あのアディダスとの裁判に勝ってましたね。ああなるほどね。ああ、アディダスもうちょっとライン入ってると訴えるから、ね、訴え癖があるから、ね、もうすぐじゃない。これなんだろうね、ジェラートとか食材屋さん、まあいいね、行ってみましょうか。これは、うん、食材屋さんって結構上がるよね。そう、やたら買うんだけど結局使わないっていう、うん、経験をね、ちょっとね、離れたところで買うと持ち帰りがあれっていうのはある。そうそう、それがね、うんうん、三等に、美味しそうにね。テッドベーカー、J.M. デビッドソン。J.M. デビッドソンよく知らないな。ああ、J.M. ウェットソンと被るんだよな。まあイメンズしかないからよく知らないか。ああ、まあストラスブル、ね、ブルゴ、セルジェロッシー。これはだからちょっと大人。そうっすね。うん、あの革靴って感じの。ね、うん。そうだ。あったよ、ジェームウェストン。ああ、そうそう、ジェーム ウェストン。ウェットソンじゃない、ウェストンね。うん。デイビッドソン。有名ですよね。フィリップ・リムと。そうね、フィリップ・リム、鬼塚。鬼塚、何気にあのアパレル切れてるよね。そう、なんかこれ違ったりしてるよ ね、多分。そう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 、ちょっとあのエヴァンゲリオンみたいな切れたさ、アパレルあるよね。そう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 、何ですかこれね、結構切れてる、見ていきましょう。まあ、鬼塚でしたね。鬼塚です、はい。あ、MSGM とかいるよ。ああ、前回俺デニム買ったから、ね、そう、さりげにいいよな、ね、そう、たまにいいのあんだよ。ちょっと見てみよう、見てみましょうか、MSGM ね。MSGM やっぱいいのある。結構いいのある。あ、なんかね、ギリギリ買わないけどいいなみたいな。カラフルだね。あ、そう、結構いいな。ヤヌーク、ヘルノ、トム・ブラウン、ヤヌークあるからね、代官山に。代官山にあるからね。代官山のヤヌークのところさ、ヤヌーク、あのヤヌークの隣にあれあるじゃん、なんかあのスーパーみたいな。うん、スーパーある、スーパー。あの中でヤヌークが嘘みたいな叩き売りされてる時ね。パンツ3000円みたいな。あ、そんなに いや、ほんと嘘みたいな、 90% オフみたいな時あるんですよ、たぶん。なんか日常の中にあるからね、あまりにヤヌーク。そうだよね。あ、じゃあちょっとこの辺で今日の着てるものをやりますか。やります。じゃあオニオンさんの今日のコーディネートお願いします。今日は、なんかね、年末になんかね、あの飲み会出た時とあんま変わらない説はあるんですけど、この DN7 とヘルベティックの、第2話デニム、はいはい、第2話変形デニム、はい、そして、ミリタリーのなんていうの、古着でいいのかな、まあ、インナー、フリース、そうですね、フリース、はい、インナーで、で、アウターが、デジグアルの。ああ、それそうでね。そうそう、デジュアルってなんかマリア・エスコテとかいうなんかね、はいはい、デザイナーのコラボらしいんだけど、はい、何のデザイナーかよくわかんないんだけど、こういう何の柄かわからない、こうすごい派手な CG のダウンということで、ちょっと防寒意識して。そうだね、可愛い。それラバーソールどこのやつ。これね、なんてとこだったかな、ちょっとド忘れして今出てこないんだけど、 なんかラバーソール。ありがとうございます。じゃあ逆に紹介してください。はい、お願いします。はい、ほとんどヘルメティックなんですが。確かに、ボンバーとパンツとがもうヘルメティック、うちのやつです。でインナーがバイボレーで、ね、バイボレー、そう、横で見ててすごいね、カットが独特だなと思って見てて、バイボレーで、靴がこの前 YouTube を撮ったホカのプロジェクトのクリフト。確かに、バックがアークル、もう動きやすく脱ぎやすくあったかいやつ、防寒。はい、防寒。
てきました。やっぱね、絶対寒いと思ったら大して寒くないっていう。そう、意外と東京と変わらないね。なんか天気予報見たら 3,4 度低いから、そんなもんね。まあでも夕方とかあれかもしんないね。そう結構寒かったよね、夕方前ね。そうなんです。はい、マカロンですね。割れてるんじゃないかと思って一緒に買ったマカロンなんて、やっぱちゃんと割れてた。ああ、しっかりめに割れてるよね。しっかりめに割れてるんだけど、このラデュレといえばこの色の、この色のマカロンって一番味わかんないやつなんでね。わかんないね。結構いろんなとこでこの色のマカロンってあるんだけど、セブンティーンアイスで言えばチョコミントだからね、その色は。でもチョコミントってないじゃん。ない。だから他もダロワイヨとかもこの青いのが売りのマカロン、味がね全部ね無作為というかわかんないんだね。これはお茶系だったと思う。食レポ、それお茶系なんだ。お茶系だったと思う。食レポお願いします。うん、色のせいですごくミント。何味なのそれ。ね、お茶系だったと思う。アールグレーとかそういう系だったと思う。あ、それでアールグレーなんだ。全然わかんないね。でもなんか断面見るとちょっと、でもなんかね、アントワネットみたいな名前ついてた。あ、アントワネットみたいなこと言ってたもんね、うん、さっき、うん、僕常に反対性側だからさ、アントワネット側につくことはないんだけども。まあそうね、うん、サンジュストとともにね。エッグスシングスがあります。パンケーキ、ハワイアンのね、まあ、ここはあんましあれなんで、ちょっとまあ下りましょうかね。ね、ね、そうだね。だからエクスシングスとかでなんかデートするとかってさ、若いって感じするけどさ、うん、それはまだなんかギリ大丈夫な気がするんだよね。どういうこと？ギリ大丈夫とは？でもラウンドワンとかだと、あ、ラウンドワンは行きづらいっていう話。そうかな、ラウンドワン面白いけどね。年齢層は多分変わんないじゃん、ラウンドワンもエクスシングスもさ。そうっすね。だから多分慣れてるかどうかなんだよね。まあまあまあ、それはあるかもしれない。ここがラコステ、ラコステ、ルルレモン、ビームス、まあ、オレンジのね、ビームスね。はい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 。ビームスで使ったことは一度もないからね、多分。まあビームス、そうっすね。まあセレクトによるんだろうね。どうなんだろうね、今コンバース世代で買うとかあるのかな。なんか90年代ってさ、うん、なんかそういうのあったじゃん、ビームス。そうね。まあでもセレクトだからいいの。あ、ちょっと待って。見終わったかな。そうっすね。ジャーナルエディフィス、イエーナ。こっちがデンハム、ブライトリング、セイコー。セイコーあったっけ前。セイコー。ドンってあるけど。セイコー。セイコー、大きい。セイコーめちゃめちゃでかいっすね。時計なんてだってちっちゃい。時計がちっちゃいじゃんっていう意見ね。そうそうそう。ああ、めちゃめちゃ大きい。気持ちはわかる。スピック&スパン。うん、でもたくさん品があったことなのかもしれない。いや、みんな時計買うってことなんじゃない？あの、うん、いやそれはそれでいいんだけど、なんか、うん、商品がそうそうそう、サイズ小さいじゃないですかってことだよね。そう、大きいな。めっちゃわかる。ミニ、そうだね、前いたよね、ここにいたよね、いた気がするよね。巨大なの、あれのもそっか、綺麗です ね、あの別のところが映ってるよね、別のエリア。そうっすね、そうだよね。こっちもやっぱ山に雪があるな。 あ、そうだね、あ、雪降ったんだね。2月だからね。そうね、よいしょ。いやー、だんだん、あ、エコレザーだよこれ。エコレザー、ここは結構ありそうっすね。ここナイキエコ、そうだから、あの爽やかエリアは爽やかとスイーツだけあるっていう。そうだ、飯食うとこあるんだよね、ほとんどね。あとはストーンですね、ストーンアイランド。うんうん、
トーンでもな割引率が弱いんだよな。まあそうだったね、なんか、うん、なんかね別にっていう感じになっちゃう。もうエッセンスとか見慣れてるとなんか弱いってなっちゃう。エッセンスね、エッセンスとかね、なんか 40% オフをさ、ああもう一声って思っちゃう感じになってきてるよ、ね、なってきてる 40% オフだと弱いみたいな感じになっちゃう、うんうん、70はまだ未だにやばいぞ、やばいなってなるけど、ね、40ってだって原価割れてるはずだもんな。確かにね、いや原価割れないのかブランドだと、まあ物によるかもしれないけど、そうですね、70はおーって思うけど40はなんかもう一声ないってちょっと思っちゃうよね。あ、思っちゃう。結構なんだけどね。ね。じゃあストーンアイランド行きましょう。40と50の絶妙な差がね。半額はやっぱでかいよね、うん。やっぱ色物がいっぱいありますね。そうだね。ああ今のところジルサンダーとストーンアイランドと、なんだっけ。あと MSGM とか。MSGM とかダイソンとか。俺は結構ダイソンで上がったっす。ねえ、ダイソン。うん、ダイソン一番上がったかもしれない。アンタイトル、アンタイトル、フルラ、あ、マルジェラありますね。ああいいね、マルジェラ行きましょうか。マルジェラいいね、マルジェラ、うん、結構人いるね。まあ確かにね、ねだん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 人が集まってきて、それから来た時、お昼時でいなかったんじゃない？そうね、丸にこの前ね、コレクション東京でやったよね。そう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 、なんかね、丸に、マルジェラ、マルジェラ行きましょうか。マルジェラ行く、マルジェラ、ああお兄さん、エトロ行っておきます。行っとこうか、前エトロで。前の方が、なんかいつも刺さるわけじゃないんだけど、ああたまに刺さる時があったから。はい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 、なんかね、そうだね、もう家族経営じゃなくなってね、もうそっか、そうそうそう、外部からデザイナー入れるようにして行きましょう。ここに来てオニオンくんの、そう今んとこ今日一の、そうだね、当たりっぽいアイテムがあったって、ね、そう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 、あエトロのパンツ、エトロのパンツ、ファーフェッチで僕がウィッシュリストに入れてたやつ。ファーフェッチはまだあんの？いやもうなくなっちゃった。あもうなくなっちゃった、うん、あのドルチェ&ガッバーナのあのセットアップあったでしょ、はいはいはい、あれと僕の中で競ってて、ああそういうこと、うん、うんうんうん、でドルチェ&ガッバーナ買ったことなかったし、エトロはたくさん持ってるから。そうだね。であとそのスウェットとか、ああスウェットでセットアップとかって買ったことなかったから、ああドルガバの方買っちゃったんだけど、新しくね。でもなんかドルガバありましたね。そうそう、でちょっと見てみようか、来てるかどうか。あのそうだね、 あのシリーズがドルガバね。そうエトロが来てんだったら、うんうんうん、あちょっと一瞬 Y3 見ていい？一瞬じゃなくて別に全然。ダンヒルボス、あゼニア一瞬見ていいですか？どうぞ。ゼニアね、あゴディバ、ゴディバ、あれゴディバ、あのショコリキサーがあるゴディバだよね。そうだと思う。そうだよね。そう、あなんか今のショコリキサーね、クロックスの、そうこれかわいい、普段使いもできそうでちゃんとパンチもあって、ジェネリックバレンシアガ、まあバレンシアガも真似たからバレたとか使ったから、バレンシアガコラボだからね、うん、どっちがどっちなのかよく分かんないんだけど、最初にバレンシアガがやってヒットしたからクロックスが厚底いっとけってなったんですよ、うん、そういう意味ではやっぱジェネリック、うん、イージー現象みたいな、イージーみたいな貫入してきちゃうやつね、はいはいはい、ベリーベリークリームチーズです。ストロベリーブルーベリーかな。おやくんたこ焼きやね。そうそう、チーズたこ焼き、いいね。どうぞどうぞ。あこれで撮ってるの、うん、食べております。フードコート、クレープとたこ焼きでございますね。完食って感じだね、本当に。名前クレープとかたこ焼きとか、そうだね、爽やかな控えてる。そう、12時に来て5時って異常だよね。すごいよね。静岡には結構支店あんのかね、爽やかってね。でも有名になってるのすごくない？なんで有名になったんだろうね、こんなに。数はないんじゃないかな。すごいよね、なんか有名になったの、うん、うん、南極は乗り切った、うん、
ただいていいですか。どうぞどうぞ。僕は猫舌だからもう分解して食べてるけど。ああなるほどね、うん、そうしないとちょっと冷めないじゃん。ちょっと量をちっちゃくして、もう邪道極まりない食べ方なんだけど、なんか一時期中学入ったぐらいなんかたこ焼き屋になりたいなと思ったこと、楽しそうだな。たこ焼き屋さん、そうそうそう、くる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 やってるから。あれでもう1日6時間とか働いたらそれは嫌だけど、疲れるし暑いから、なんか1時間ぐらいやったら楽しそうだなと思ってたこ焼き屋やるの。フードトラックやりたいって思いに通じるんだろうね多分、うん、なんかこの前ね渋谷の渋谷キャスト、あ、はいはい、なんかあるじゃん、うん、キャストって言って分かる人あんまりいないかもしれないけど、なんかあの宮下パークの向かい側、はいはい、ありますね、あの映画館入ってるところでしょ。あ、違う、入ったっけ、でも被るねあれと、あれだ、間違えた、あの地下にプレッセ入ってるとこ、そう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 、プレッセがあって、あのあのファミレスみたいなレストランあるじゃん、うん、中目黒にもある、うん、あれとか、なんだっけ、昼なんたらだっけとか、あとあのシティベーカリーのレストランみたいなのが入ってる、あのビルさ、平日の昼間行くと、行く機会あったから行ったんだけど、なんかフードトラック来てんだよね、あそこ多分さ、あ、うん、来てる来てる、で、なんかこの前食べたんだけど、なんか結構異国料理ばっかりで、アラブとか、そうそうそう、シュニッツェル、なんか、シュニッツェルとファラフェル選べるみたいな、なんかすごい、うん、シュニッツェルっていろんなところにあるんだけど、ファラフェルとか、なんか結構変わった料理が多くて、他もなんかね、面白げだった。ファラフェルってメキシカンだよね。いや、ファラフェルはね、中近東、あそこら辺全般、全般なんだ、うん、だから中東系、なるほどね、うん、中東かな、中東ね、うん、中東の料理ってどうしてもカレーか、なんか肉にヨーグルトソースかかってるみたいなイメージが、カレー、カレーみたいなやつもあるけどあんまないから、カレー、あ、本当、うん、なんか大まかに中東料理とこうペルシャ料理、だから中東の中でもイランってちょっと違うんだよね、あのイスラム教でもあのスンナ派かシーア派かでさ、うん、あのまあいろいろそれは変わりはあるんだけど、あの大まかに違うし、なんかペルシャ文化圏ってことで、イランだけちょっと違うんだよね、あの中で、うん、なるほど、うん、だからあの別にイスラエルとパレスチナっていろいろぶつかってるけど、その、まあ、場所はだったらそこら辺だから、あの料理的にはかなり似てるし、あとレバノンとかあそこら辺全部似てる。でエジプトになるとなんか半分ぐらい一緒なんだけどちょっと違うみたいな。お、エジプト料理ってあんま聞かないもんね。うん、なんかでもね、結構フランスに留学してる時に覚えてきたんだよね。うーん、と結構東京でも探すとなんかそんなないというか、あんまないんだけど、でも恵比寿にさ、イスラエル料理あんだよね、入ったことないんだけど、タイーンだったらそんな感じの名前も行ってみたいなと思ってるんだけど、でも美味しいよ、ちなみに中東料理、うん、ペルシャはカレーがあるんだよ、うーん、あのうちのらへんだと、あの渋谷のスクランブルスクエアのレストランあるじゃん、上結構いいとこ入ってるけど、あの中にあのニルバーナ東京じゃなくて、何かあの、うん、なんかあるんだよ、中東料理の店が、コールハンって言おうとしちゃった、コールハンじゃなくてなんかでもね、そういう系のカルバーンだ、カルバーン東京って、なんか埼玉かなんかの飯能とかなんかあっちの方から来たらしいんだけど、一応中東料理の中身にエチオピアあるもんね、中身あるね、うん、でもあそこよりあの赤坂にあるサファリっていう店があって、うん、そこすごい美味しい、ちなみに、へえ、
アフリカ料理っていうか北、まあエチオピアがメインなんだけど、割とこういったのはね、あっち系の料理でめっちゃ美味しいってあんまりイメージない。うん、でも岡坂のサファリはめちゃくちゃ美味しい。うーん、でそこでドロワットっていう名前の、まあ、カレーみたいなのが出るんだよね、うん、ちょっとこう、でそれあの中目のあのエチオピア料理のとこでもあるんだけど、うん、なんか味が全然違うわけ、うん、で岡坂のとこはもう名シェフなんだよね、昔からやってて。でだけどもう結構な年だし自由な人だから結構ね、あのずっと閉まってるとかあるんですよ。で久しぶりに会えて、理由はやっぱりちょっとアフリカに帰ってたとか突然帰っていなくなっちゃってするんだけど、家族大好き。そうそう、で最近発覚したのは僕 あそこで知ったんだよ、アフリカの料理、うん、むしろ中目のあ近所にあるじゃんってむしろ後から知ったんだけど、うん、なんか僕の後輩とかいろいろ連れてくと後輩とかも覚えてくんだよね、うん、であのそれで後輩がいろいろ聞き出した情報によると、なんかその赤坂サファリのドロワットはあのシェフしか作れないらしいんだよね。で元のドロワットじゃないらしいんだよ全然。なんかシェフがもう俺の裁量って言ってて、うん、勝手にいろいろスパイス足して、ね、辛くして、うん、別の料理になってるんだって。なるほど。通りでなんか美味しいと思った。でワニの唐揚げとかカンガルーの唐揚げとか出てくるんだけど美味しいんだよ全部は。そこカンガルー食べたことないけど、ワニは淡白だよね。そう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 、カンガルーは結構ね、うん、肉厚って感じ。カンボジア行った時にワニ食ったんだけど、うん、うまかった。カンボジアはワニ食べるだろうね。普通に美味しかっただけど、まあわざわざワニが食べたいとはならないけれど食べたいかと言われると、まあ、別にワニではなくてもいいけど、まあうんっていう感じで。それぞれは利用コースでは間違いないですか。はい、ありがとうございます。それではカットしていきます。はい、よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、後ほど仕上げいたします。はい、失礼します。こちらそれぞれ鉄板線などお気をつけください。焼き加減気になるようでしたら水打ちに押していただけると火が入ります。はい、少々おかけしますか。はい、お願いします。雨が収まりましたら召し上がりください。はい、炭の中に立っていただきます。はい、うんうんうん、あ、おいしい、うんうん、オニオンソースもとっても和風な感じで。そうだね、うん、肉もなんかいい感じのミディアムレアみたいな、ね、うん、うまいですね。焼いてあるでここでよく柔らかくて、うん、これいいよ。本当だ、ミディアムレアだね。断面がこうね、ちょっと赤い。ハンバーグの店流行ってるみたいなね。しかし全国的になんかひき肉ととりこ的な。そう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 、なんかひき肉の、あれ何だっけ、ひき肉のトリコは渋谷のあそこも美味しいけど。そうです。あとなんか中目もあるじゃん、かまもと半兵衛とかさ。あ、はいはいはい、あれ流行ってる。そこは美味しいけど、うん、土日やばいけど列が。あとトヨさん食レポお願いします去年やったよね肉の熱いなんとかがあってなんかさ肉汁がすごいみたいな。リンツがね、ちょっとクリスマス仕様になってる。クリスマスじゃないですよね。バレンタイン仕様じゃないですか。バレンタインね、でも緑なんかのイメージないからさ、うん、でもなんかニンニクで思い出したの、なんかそういうの。ちょっと待って、ニンニクの話したっけ。いや、あの、飴で
あ、飴ね。そう、はいはいはい、飴でニンニクとかなのかな、肉のお店って出るじゃん、うん、それで思い出したんだけど。焼き肉とかね。そう、うん、ごめんね、なんかちょっとだいぶ飛ばしちゃったから端折ったから、うん、ちょっと一瞬びっくりした。ある人みたいになっちゃったそうな、楽天の社員と飲んだって好きになっちゃっただけど、でっていう全然通じないね。全然通じない、うん、あの、で、なんか世の中さ、こう ニンニク食べると口臭がとか言うじゃん。はいはい、口が臭くなるとかさ、はいはい、だからなんか人と会う前はとか、そうっす、やめた方がいいとか言うとさ、はいはい、僕昔からあれ地味に分かんなくて、あ、食べた人だっていう判定が、いや、ニンニクって臭くならなくないって思ってたのね。いや、なる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 。そうで、うん、最近気づいたのが、うん、僕ニンニクすごい料理使うんだけど、使うよね。それはさ、要するにイタリアン僕めちゃくちゃ作るから、オリーブオイルでニンニクこうやって炒めてる、はいはいはい、加熱してちゃんと火通すと、ニンニクって匂いしないんですよ、口に残んないんだよ。いや、あのね、まあ、尋常じゃない量食べたら分かんないけど加熱したら残んないんじゃなくて、残んなくない、なんつうのかな、青森県産とかの国産のやつは匂いが出ないんだよ、ほとんど。うん、中国とかスペインのやつは結構出るじゃん。ああ、まあまあガツンとして香り自体、わ、うん、かるわかる、うん、っていうのもあるし、もしかしたらオニオンくんが国産めっちゃ使ってるか、基本国産のいいやつ使う。そうでしょ。それか、あとはみじん切りの粒が大きめな方が匂いしないらしいんです。うん、でそれはだから粒が若干でかいのか、こ全部そう、そうだろうね。プリンスのカバーってこれ。あ、そう、うん、結構なんか何かのカバー多くない、流れてるの。そうね、なんかあの原曲流れちゃうと YouTube で使えないからカバーとかなんかちょっとありそうなないようなやつの方がちょっと嬉しい。なんか全般的になんか洋楽のカバーみたいな、はい、多いんだよね。なんか、歌詞で気づくみたいな、はいはい、なんかだいぶ違うタイプの曲になってて、人が多いとね、ちょっとカメラを避けないといけない。なんかこう、なんかニンニク、どうなんだろう。でもね、生だと確かに匂いつくだろうなと思うんだよね、はいはい、この前神戸に行った時、こうなんかご飯で、はい、なんか生のニンニクがこう付け合わせついてて、うん、これ絶対匂いするじゃんと思ってあんま使わなかったんだよ、うん、生のニンニクとかすりおろしたやつとか、そういうのはめちゃめちゃつくだろうなって思うんだけど、すりおろしが一番つく感じするよね、うん、これは避けられない何かをね、うん、訴えかけてきてるから分かるんだけど、うん、僕がだからそれこそさ、アーリオーリオとかよく作るけど、ああ、アラビアータとかさ、ニンニク結構使うんだけど、使うよね。別に全然なんか、なんていうの、迷惑かけたこともないし、別になんか残ってたこともないとか、言われたこともないし、うん、まあ、言われるになると、まあ、やばいんだと思う、言われちゃダメなんだと思う、ね、向こうが相当、なんていうの、基本あんま言わないじゃん、そういうの。まあ嫌だなって思って言わないよね。言われるわ、もう。まあ、許容を超えたやつ、致死量、致死量でもなんかそので、でも別にさ、人に振る舞うじゃん、はいはい、で残ってんなみたいなのないから、自分では分かんないよね。いやいや、自分はそうだよ、だからその相手からしてもらえない。あ、相手からね。そうそうそう、同じの食べてたら分かんないじゃん。いやでも例えば同じの僕が食べて4時間後とかに、うん、まだあするなこの人って思ってるさ。あ、なるほどね。そうで、なんかあんまなくて、だからそんな、そしたらイタリア人みんな臭いって話になるじゃん、口が。韓国人もさ、うん、むちゃくちゃニンニク食べるもん。でも韓国って生っぽく、生使ってないです。まあそう、サムギャップとか、それはしょうがないよ。確かにだから、でもイタリアンで口臭くなるって話聞かないじゃん。ああ、そういうイメージないじゃん。まあ、あと単純な量はあるかもね。まあね、あのジローとかはもう致死量だって。僕ジロー食べたことないけど、あれ写真とかで見る限りだけすりおろしそのまま乗ってない。もうあの刻んだやつがこう山みたいな。それはだから多分あれ6個分ぐらい多分それはさ、もうそれはもうそれはそうだよ。そうだよね。ああ、それはそうだよ。そういうもんなんだ。その火通して、うん、十分にちゃんと炒めてあれば
そんなしなくない？まあ、うん、うん、と思うんだよね。てか逆に僕が火通してちょっと使うニンニクしかほとんど食べないんだよね、多分。まさかのね、あのバスなくなるっていうやっちまったな。そうそうそう、あの普段新宿から来るよりちょっとゆっ2時間ぐらいゆっくり余裕ぶっこいてたら、そう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 、あもうないですって、御殿場駅行ってそこから出てるやつに乗れやと。人生初だよ。いや俺も俺も、まあそんな感じでね、トラブルはつきものなんで。ロエベ行きますか。ロエベ、ロエベバーバリー、ロエベ、ロエベは特に結構楽しみ。そうだよね、なんかあるといいな。バーバリーこんなでかかったっけ。なんか増してるね、こんなでかかったね。このロゴもやっぱ変わんのかな。あ、ロゴ変わったよね。なんかあの昔っぽい感じのね、あっちの方がいい、あれいいよね、クラシックで、うん、じゃあロエベ行きますか。あ、ボッテガ、ボッテガ、ボッテガありました。結局一世ですね、次は。そうだね、そう、一世の一世 1,2 年前ので、サークルプリーツとかあればいいかな。あウィメンズのワンピースみたいなやつ。そう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 、はいはいはい、パンツとか、そうそう、はいはい、あれもまあ狂ったやつだったけど35歳男性、うん、サークルプリーツを探す限界が来ている一世遅く行ったような気がする。いやでも こういうこっちからこの景色見てない気がする、ほとんど。そうか、うん、暗くなってきたねぐらいで解散だった気がする。冬、真冬っていうのもあるんじゃない。そうだね、ああ前だって僕ピエールカルダンの着てたから、あああ、あれ真冬じゃないんだよね。そうそう、秋か秋なんだよ、ね、春の前ぐらいか。そうだよね、これ真冬だからね今ね。そうね、いやそうなんだよ、あっという間に終わっていく。めっちゃ早かったっすね。そうで、なんかこうまあ売れてるってことなんだろうけど、やっぱり尖ってるブランドあんまりね、そう、物がない、そもそも物がない、うん、ディーゼルはなんかさ、その底上げされたアイテムはたくさんあったんだけど、そうだね、その一番の尖ってるやつはさ、ああ、あんま入ってきなかったよね。多分もともとの数が少ないのに比べて、うん、熱狂的なファンが買うんじゃない。うん、そうなんだろうね。ああそんなすごい高いわけでもないじゃん、ディーゼルだからね、うん、ああ安くもないんだけど、ああまあディーゼルだからね、そうそうそう絶妙な感じ。尖ったアイテムさ、ディーゼルにしては絶対なんでこの価格ぐらいするよね、結構すあるよたまに。多分今のディーゼルの尖ったやつっていうのは、あの元々のディーゼルの顧客は買ってなくて、グレンマーティスのファンとか、うんね、ワイプロの好きな子たちが買ってるよね、うん、ワイプロ価格でね、うん、ワイプロが高いのかどうかよく知らないんだけど、ワイプロ結構するよ、まあ、でも布とか多いからね絶対ね、だからそういう価格、あれが本来の価格かもしれないけど、ね、なんかちょっとアイテム見てるとたまにいいアイテムですごい高いなんだよね。あ、あるある、いいアイテムでまあほどいい値段のもあるけどさ、 あるいや、なんか 100ぐらいしてるやつなかったんだよね。そんなのあるの。面白かったんだけど、なんかあれっていう格好してて、100はちょっと行き過ぎだね。なんか100ぐらいとか分かんないな、すごい価格してたんだよね。お、一瞬 見てんっていう。デニムのね、こんにちは、こんにちは、今、アウトレットを出て御殿場駅にいます。ちなみに御殿場駅前こんな感じですね。なんか真ん中に富士山かな、ね、富士山があるっすね、御殿場駅。御殿場駅、人生初の静岡県の駅。僕も御殿場駅は初めてですね。いつも新幹線で通り過ぎるだけですね。まあ、とてもね、今回も楽しかったですね。僕が買ったのはこれ、ホション
パン。僕も買ったけどね。帰りフォーションのパン別に一つ買っただけでしょ。そう、そうそうそう。でオニオンくんはね一つ服を買いまして、ただ、うん、他のところからの取り寄せになる。取り寄せでうちに送ってもらうみたいな、ね。そうそうそう。そんな感じになります。とりあえずここからバスで帰るだけなんで一回エンディングをということで。何買ったかとか言わなくていい。まあなんか乗っけとけばいいか。オニオンくんが買ったやつは、まあエトロの2022年 SS の紫のメタリックパンツです。あれ見せたかったね。そう。うん。まあでもネット上で探せばね。そうだね。コレクションで。今ね画像ここにこういうやつです。エトロの2022年の SS のメタリックパンツ。超入荷っていうね。こういうやつです。これをねオニオンくん買ってましたね。また今日はもう天気たびたび来るときに天気に恵まれるからね、うん、また来ましょう。ありがとうございました。